NTT コミュニケーションズソリューションサービス部の三宅浩一郎と申します。本日は NTT コミュニケーションズのスマートクラウドマネジメントについてご紹介いたします。どうぞよろしくお願いいたします。まず最初に弊社のトータルマネージドソリューションについてご説明させていただきます。 NTT コミュニケーションズはスマートワールドの実現に向けて国内外のお客様経営を支えるさまざまな ICT 基盤をご提供しています。またポストウィズコロナにおいてはクラウド・モバイルアクセスが働き方の中心となり、それに即したマネジメントの実現が必要です。私たちは DX イネーブラーとして複雑化する ICT 運用の可視化と一元的なマネジメントを可能とするトータルマネージドソリューション基盤を整えており、お客様に最大限の価値をご提供いたします。今回ご紹介するスマートクラウドマネジメントはその中でもクラウド管理にフォーカスした新たなマネージドソリューションです。スマートクラウドマネジメントは NTT コミュニケーションズが通信事業者として持っている長年のマネジメントの経験とノウハウと、データドックが持つ先進的なクラウドモニタリングのケイパビリティを組み合わせた高品質なクラウドマネジメントのアウトソーシングソリューションです。サーバレスが中心なクラウドサービスでは、従来のエージェント中心のモニタリングから API を利用したモニタリングへの対応が必要です。サービスが日々進化するクラウド環境において、その都度モニタリングを設計設定していくことは、スピーディーに利用するクラウド環境の特性を十分に活用することができません。そのためにはこれまでと異なる新たなモニタリング手法が必要となります。またオンプレ環境からクラウド環境へ移行を検討する際に、さまざまな環境の仕様や要件を把握することが必要ですが、人材の育成確保は短期間でできるものではありません。クラウドの特性や運用を理解した運用体制の確立が必要となってまいります。スマートクラウドマネジメントはこのようなクラウド管理に関わるさまざまな課題を解決いたします。まずサーバーレス、コンテナなど高度なアーキテクチャに対応したデータドックを活用することで、さまざまなクラウド環境に最適なモニタリングを実現することが可能です。各サーバーレスサービスに対する API 対応が不要となり、スピーディーにクラウドサービスの利用ができます。また NTT コミュニケーションズは多くのお客様 ICT 基盤の運用実績を持っています。また AWS、Azure 等各種複雑なクラウド環境に精通したスペシャリストによる運用体制を整えています。それによりスピーディーにクラウド運用を開始することができ、クラウドの価値を最大限生かすことが可能です。ハイブリッドな ICT 環境におけるインフラやアプリケーション性能の監視によって、ボトルネックをいち早く把握することが可能です。また同時系列で複数の ICT 環境の状況を一元的に可視化することで、柔軟な監視が可能となり、故障の対応を迅速に行うことができます。データドックの活用とお客様 ICT 基盤を深く理解した NTT コミュニケーションズのサービスマネージャーとの組み合わせにより、 ICT 環境の継続的な改善活動にも貢献いたします。スマートクラウドマネジメントを導入いただくことで、品質、コスト、デリバリー、そのすべての観点において導入効果を期待することができます。お客様は複雑なクラウドマネジメントを弊社に一元的にお任せいただくことで、煩雑なクラウドマネジメントから解放され、メインとされるビジネスに集中していただくことが可能となります。 NTT コミュニケーションズはデジタルトランスフォーメーションを推進し、 ICT 基盤のコンサルから導入運用までトータルでサポートし、お客様ビジネスの持続的成長に貢献してまいります。ご視聴いただきありがとうございました。NTT コミュニケーションズ